根本投手よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやってでも話すの初めてですよね。そうです、初めてです。あのそんな緊張しないでしょ。僕結構チームあのファイターの選手はフランク立山みたいな感じで、あのフランクのやつで通ってるんですけど、はい、どんな印象ですか。いや結構解説であの、はいはい、見たりしてるんで、どうすか。まあでも気難しいっていうかそういう感じではないです。ない、それがではないです、はい、なるほどね。ちょっと気難しい先輩ですって言われたらどうしようかなと思います。ではない、ではないです。ありがとうございます。あのこの F パークって、はい、あのご覧になったことありますか。ありますね、はい。あ YouTube とかでも。あそうですね、川野さんとか。あ見ました。川野投手の回を見てくれたと。はい、あと堀井さん。あはいはい見ました。えそれってやっぱりこうなんか左投手気になってるんですか。あそうですね、それは左、同じ左投手でどういうこと喋ってるのかなと思いました。それこうライバル心なのか、その自分が彼らを研究したいのか、どういう部分で。いやライバル心ではないんですけど、はい、まあでも左投手っていうことで少し気になって見ましたね。あ、はい、どういうこと喋ってんのかなとか、はい、なるほどね。やっぱりそれ気になると思うんですけどね。すごい成長ぶりですよね、1年間で。はい、まあ、自分でも去年に比べたらだいぶ成長はできてるかなと感じます。あの私ドラフトで入ってくる時からもうまっすぐもスライダーも総合力高くて出てくるのは早いだろうなと思いながら見てたんですけど、でもここまでとは思わなかったんですよね、はい、で自分の中で何が一番良くなったと思うんですか。まあ、高校の時から、まあ、スライダーとまっすぐは、はい、まあ、割とまっすぐでも押せてる感じもあって、まあ、スライダーもカウント取ろうと思えば結構取れていたんですけど、うん、まあ、ここ最近で、まあ、それに力強さがだいぶ加わって、あのプロの打者でも結構ファール取れたりっていうのが、まあ、自分の中で感じてきたところです。もうね一気にローテ候補ですよ。そう、はい、そうです。一応一応というか、いや自分の中でも争ってる感はあるでしょう。まあギリギリっていう感じで、うんうん、まあ、そこまでローテの意識は強くはないんですけど、うん、まあ、入れたらいいっていう感じでは今やってきてるんで、うん、まあそん、うん、そう入れそうな感じでは今あんまないですか。いやでもね、僕先日のライオンズ戦、はい、ずるずるっといくのかなって思ったんですけど、立て直す、はい、ああいうところっていうのは僕はね、あの若い投手のメンタルじゃないなと思ってたんですけど、ああいう時ってパッて切り替えられるもんなんですか。まあ、そうですね、テンポも少し速くしてリズムよく投げようっていう、うん、まあ、意識も変えてやったんですけど、まあ結構気持ちの切り替えは割とできる方かなと思います。なるほどね、はい。で僕キャンプ中に非常に感心したことがありました。左右のバッターでプレートの位置変えますよね、はい、あれはなぜ。左バッターの時に、はい、やっぱインコースもちょっと使わないとダメだなと思って、去年は一塁側を全部踏んでたんですけど、はい、ちょっとインステップ気味で、うん、まあ、縦ではなくてちょっと横なんで、うん、インコースに左のインコースが結構投げづらい意識があったんで、そしたら右バッターに対しては、いつも通り一塁側を踏んで何も変えることはなかったけど、はい、対左打者のインコース対策として三塁側を踏むようになったと。はい、そうです。でもね、一人一人のバッターでプレートを変えるってやっぱりすごくアングルも変わるじゃないですか。そうですね、だいぶ変わります。できない投手がほとんどと思いますよ。自分も最初ピッチング練習でやった時に結構違うなと思って、でも投げてったら、うん、だいぶ慣れてきて、うん、いけそうだなと思って試合でやってみたら結構良かったです。いや結構なんかそういう大胆なねところって、ね、結構適当なんですか。うん、そんな細かい意識は ないかもしれないですね。なるほどね。いやそういう性格ピッチャーいいと思いますよ、はい、なんか別に嫌みたいなところも必要と思うんで、はい、ピッチャー向きですね性格はね。ビッグボス、はい、たくさんお話はしましたか。いやそんなにしてないですね。
あ、本当に話自体は、はい、あの僕ねビッグボスタワー上がってちょっと喋ってたことあるんですけど、はい、20分ぐらい喋ってて5分根本投手のことだったんです。本当ですか、はい、聞きたいですか何を話してたか。ちょっとだけちょっとだけ、はい、じゃあちょっと言うと、ちょっとだけです。いや聞かれたんです。さて根本投手ってどう、根本どうって聞かれたんで、投げるタイミングとかやっぱり初見のバッターなかなか対応できないからもうなんかすぐ一軍行けそうですよねって言ったら、ビッグボスがだろって言ってましたよ。だからすごくビッグボスもお墨付きというかね、対応されてると思うんですよ。そんな中ではどんな人に見えてます、ビッグボス。最初のイメージは、まあ、まあ野球でもちろんすごい人だと分かっていたんですけど、うん、ここまで外野とかいろんなことに細かいいろんなことをやろうとして、うん、そうですね、そういうイメージがあんまなかったので、うん、ちょっと意外と会ってみて変わりました、ね、うん、石野アナがぜひ根本投手に聞きたいことがあるんで、はい、ちょっとねこれ見ていただきたいんですが、根本投手は今シーズンが終わった時どんな自分になっていたいですか。高卒2年目で成し遂げたいことをぜひ教えてください。まあ去年はまず2軍でやってみて、どんプロの世界どんな感じなのかなっていう風のがあって、で今年は1軍でまた多分違ってくると思うんで、うん、そこでまあ、あのコーチ陣とか監督にもこの1年間でアピールして、うん、まあ、来年しっかりいい戦力になれるなっていう、うん、あ投手になりたいなと思います。ということはそのもちろん今シーズン活躍することも大事だけど、はい、さらに来年期待してもらえるような、成績はもちろん残したいですけど、はい、残せればいいですけど、まあ、それより一軍にしっかり慣れることだったり、うん、結果が悪くても修正力とか、うん、そういういろんなことを見せれればいいかなと思ってます、ね、宮城投手をすごく参考にされていると聞きましたけど、はい、まあ、彼も2年目でね、はい、大ブレイクして、まあ、やっぱりこう一番目標にする投手っていうのは宮城投手みたいな感じですか。まあそうですね、ああいう感じのピッチングができればいいかなとは思ってますね、うんうんうん、はい。でも宮城2世とかね、はい、もう武田勝投手コーチなんかもそういう存在になりうると言ってますけど、ちょっと恐れ多いですか。いやもうあんぐらいはやっぱ ならないと、うん、ならないとというかなりたいなってずっと思ってるんで、まあ、今はまだ多分全然実力が追いついてないですけど、うん、いつか抜かしたいなとは思ってます、はい、なるほどね。僕はですね、はい、福岡で投げるんじゃないかなと思ってて、で今まだ18歳ですよ、誕生日18です、はい、ね、ここで初勝利なんかなったらえらいことになるんじゃないですか。地元苫小牧ですよね。地元、はい、いや白老って。失礼しました、はい、高校は苫小牧の方です、はい、地元白老、はい、白老も盛り上がるんじゃないですか、初勝利なんてあげたら。そうですね、盛り上がりますね。立山編集長の予言通り初勝利とはなりませんでしたが、根本投手は開幕戦でプロ初登板初ホールドを達成しました。地元白老町も盛り上がったんじゃないですか。やっぱこだわりあるんですか、先発とか中継ぎとか。まあ自分的には先発の方がやりたいな、うんうん、やりたい感じはあるんですけど、まあ、どこでも、まあ、コーチからコーチ監督にやれって言われたら、はい、まあ、それは選べる立場ではないやりますけど、まあ、でも先発はの方がいいんです自分は。いや僕はあの根本投手がね将来的に先発の柱として成長していく姿をイメージしてますんで、最後の質問になるんですが、こう僕のこういうところを見てくださいというところをね、ちょっとこうカメラに向かって、カメラに向かって話すっていうのをこう練習としていいと思います、はい。こんな僕を見てくださいっていうシリーズでお願いいたしますよ。今年は1軍で、しっかり投げて自分の強気な気持ちとボールのキレを見てください。